東京ディズニーリゾートグッドネイバーホテルとは、4種類、ある東京ディズニーリゾート公式、公認ホテルカテゴリーの一つで、オフィシャルホテル、パートナーホテルに次ぐランクであり、主に、千葉県浦安市以外の東京23区内、千葉市と TDR 近隣地区にあるホテルを指す。以下、グッドネイバーホテルと称する。グッドネイバーホテルとなっているホテルは、以下の10のホテル。年月以前は、 新浦安駅周辺の浦安ブライトンホテル、新浦安オリエンタルホテルもグッドネイバーホテルに含まれていた。この二つのホテルは新たな定型ホテルジャンル、パートナーホテルの設立に伴い、グッドネイバーホテルからパートナーホテルへ変更になった。また2010年9月までは品川エリアにホテルパシフィック東京があったが閉館したため脱退した。 赤坂エクセルホテル東急は2011年3月31日までで契約を終了し、脱退した。ホテルスプリングス幕張は2019年3月31日をもって契約満了のため脱退した。ホテルメトロポリタンエドモントは2020年12月31日をもって契約満了のため脱退し、千代田区からグッドネイバーホテルは消滅した。 グッドネイバーホテルでは以下の特典を受けられる。グッドネイバーホテルシャトル宿泊者はホテルと東京ディズニーランド、東京ディズニーシー間の無料送迎バスグッドネイバーホテルシャトルの利用ができる。利用にあたっては予約が必要である。グッドネイバーホテルシャトルは予約定員制であり満席の場合は予約利用ができないことがある。運行は京成トランジットバスである。 予約の受付手順や方法は各ホテルで異なる。パークの運営時間、イベントや小公演時間の情報、アトラクションの休止情報など、パークの最新情報を提供する。TDR 直営、公式、公認ホテルのカテゴリーは他に次の3種類が存在する。ありがとうございます。